はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、やっとね、メインのイベントが来ましたよ。これはね、待っていたという人多いと思います。8周年記念ガチャからランクダブルゼータの暴走エンマ、暴走アマテラス、暴走ノルカソルカ、暴走マテンソラナケが復刻ということで、もう暴走しまくりですよ。どんだけ暴走するんだよということで、一番ね欲しいキャラ暴走エンマ、まあ僕はね持ってますけども、復刻来ました。しかも特殊能力付きということで、これはやばい。僕はですね、暴走アマテラス持っていません。暴走マテンソラナキ持っていません。なのでちょっとね、今日はねワンチャン狙っていきたいなと思います。確率見ていきましょうか。ランクダブルゼータは 0.4% です。全て 0.4%、 また微妙な数字だよね。これは単発狙おうと思うと相当な神引きが要求されます。エンマ大王祭りもですね、僕はね合成してなくなってしまったので、できればちょっとね引き直しておきたいなと思います。ほんとね、今回のイベントは暴走しまくりです。マカウケもですね、暴走しまくりです。まさかのカップラーメンとですねコラボしてしまいました。わかめ味ということで、これはちょっとね見つけた時衝撃ですよ。全然売れてませんでした。ちょっとね食べてみたいと思います。わかめが入っているらしい。なんなのこれ、本当暴走しまくりです。しかも包装もですねこんな感じで暴走しまくりです。どうなの、バカウケって言ったらね、僕はねいろんな味あるんですけども、うまいんですよ。どの味食べても外れがない。これはどうなの、見るからにはわかめが入ってるのが見えるんだけど、しかもちょっと大きさがなんか違うぞ。微妙っすねこれ。このねエースコックのわかめラーメン僕好きで結構食べるんだけど、完全に暴走しています。それではですね、ガチャ回していきたいなと思います。単発でいきます。当たり前じゃないですか。いくぜ、神引きカモン。さあ暴走アマテラス昇天したい。単発昇天ありますよ。ウルシュス、おっと赤ミスかい。赤カップからの金閣です。マジか、限界突破。なかなかね単発の時僕はね赤ミスが多い。やべえ、いくぜ。さああまり稼げないんだよね今回のイベント。いきます、暴走マテンソラナキカモン。オルシュス、おっと赤ミスかい。やべえ、これはラストチャンスガチャを待った方がいいのか。マガサス、完全にマガサしています。限界突破。そう、もう一回いきます。ちょっとねなかなか諦められません。暴走祭りも暴走しまくってるからさ、バカウケまでまさかのね暴走しちゃうとはね、もうどうなのこれ意外と美味しかったけどね。おいしょっす、これはまさか。来たぜボードの金カップからの、おいしょっす。これは神引いたと言っていいんじゃないの、どうなのこれ。嬉しいけどね微妙だけどね。まあでもかなりね辞書は貴重な素材です。今回ですね、地獄ムズの輪廻祭りからですねこの8周年記念コインドロップしました。なのでこっからもねちょっとワンチャン狙っていきます。このコインはですね SSS ランク止まりなんだけど、まあなかなかねいいキャラが揃っています。僕はねメテオゴンとかね持っていません。なのでちょっとワンチャンあるんじゃないの。2枚あります、いきます。さあ神引き来るのか来ないのか。8周年記念だからね、頼むぜ。お願いします。おっとゴールドのウィスパー、金閣からの、まあケーラ微妙っすね
しますね。ハズレかよ。バケレコパンチ。キャラは大好きです。もう一回いきます。さあ、記念コインってさ、ほんと闇なコインだよね。確率がわからないだけに。さあ、SS、S ランク。おっと、赤ミスかい。こっちは覚醒のバケーラ。バケーラ祭り来ました。まあ微妙だよね、バケーラだから好きだからいいんだけどね。技レベル上げていきます。今回ね、衝撃な事実があります。僕はですね、自力でね、まあ自力といってもフレンドのお助けもあってなんですけども、大暴走ウィスパーのレベル9まで倒しました。だがしかし、まさかのね、これをいじっているですね、ビカキンさんの動画の方が再生数が多かったんですよ。マジかよ。これどういう動画かっていうとね、コナン君のおはじきをね、助けた方がいいんじゃないのかみたいな動画なんですけども、これはあれなんじゃないの、僕がねレベル9の大暴走ウィスパーを倒す動画が見たいんじゃなくて、僕が助けられる動画をね見たい、そういうことなんですよ。ということで、次回はビカキンくんお助けよろしくお願いします。さあ、それではですね、復刻追加されたキャラ使っていきましょうか。まずはおはじきで特殊能力確認していきましょう。さあ、暴走エンマ、これはね本当に使えるキャラ、待っていたという人多いんじゃないでしょうか。必殺技そしてスキルも非常に優秀です。暴走ノルカソルカ、こちらもですね、大量プニ消しとしては非常に優秀、コンボ数がね非常に稼げます。スキルは微妙です。悟空エンマですね、今レベル70まで上げることができました。まだね80目指して頑張っていきますよ。なかなかね大変です、これ育成が大変だよね。しかしスキルもね非常に優秀と。暴走カイラ、こちらも暴走キャラの中では最も使えるキャラの一つです。このスキルがいいよね。暴走不動明王、こちらもですねダメージかなり出ます。僕もねよく使うキャラです。スキルは技ゲージが少し残る。さあ行きましょうか。さあ、まずは暴走エンマから。画面のね右側の方にまだ特攻がついていない時のねこのダメージね表示しておきます。比較していきましょうか。だいぶ違いますね。もう打ち出しからねかなり違う。まあ違うといっても特攻小なので、まあ、前回追加されたね暴走カイラとかとね同じぐらいのねこの特殊能力の倍率だと思います。さあ、そして極炎魔、極炎魔はお意外とダメージ出るね。やはりトリプルゼータというだけはある、特殊能力なくてもそこそこ出ます。そして暴走カイラ、これでですね炎魔5体でね特殊能力全部入りで使うことができます。なので今回ね、まあ、特殊能力だけで言えば復刻されたキャラ全てねゲットできなくてもどっちみち5体しかセットできないので、まあそのうちのね欲しいキャラだけゲットできればいいのかなと思います。さあ、トータルダメージは、さあこれで7200ですね。まあちょっと上がったという感じでしょうか。獲得 Y ポイントアップ、獲得 Y ポイントもね少し上がりました。だから今回のねこの復刻に関しては特殊能力については、まあ、少しですね、まあ、気持ちちょっとサービスでつけてくれたかなという感じ、まあ、それよりはキャラとしての魅力だよね、この必殺技の強さだったりだとかそのあたりで、まあ、選んでねゲットできればいいのかなと思います。僕のおすすめはですね暴走エンマ、こちら一番の推しです。スキルがねこのパズル開始からサボらせる暴走エンマしかありません。そしてもう一つゲットしておきたいのがこの暴走カイラですね。こちらも非常にスキルが優秀です。あとは
まあ、ノルカソルカもねコンボ数稼げてダメージが出るので、まあ、結構おすすめ、まあ、この辺りがゲットできればまあいいんじゃないかなと思います。まあ、あとね余力があればね暴走アマテラスだとかね暴走魔天空鳴きもゲットできると、まあ、パーティーがねいろいろ組めるようになります。それにしても復刻はさガチャの確率が渋いよね。正直ね復刻なんだから超アッププラスアルファぐらいのね確率で入れてくれてもいいのかなっていう気がするんだけど、まあなかなかそれは難しいんだろうね。逆に確率を上げすぎるとね最初にね苦労してゲットした人がねちょっと文句出てくるんで、まあバランス取って渋い確率なのかなと思います。さあ来ましたね暴走ウィスパーレベル9えぐいよね。さあ地獄ムズのね輪廻祭りでちょっとね追加キャラ使っていきましょうか。今回のこの暴走エンマいきなりパズル開始からねこのサボらせるこれ10秒あるんで10秒あったらですねかなりねパズルね進めることができます。なので結構ゆっくりやってもね勝てるようになります。さあそのあたりになるともうねカイラ溜まってます。この技ゲージ多く貯める系なのでデカプに作っておいてカイラでねさあ行きましょうか。フィーバーインしてカイラで技ゲージを貯める。そしてこのノルソルがですねこのコンボ数稼ぐと同時に大量プリケすることで技ゲージをね貯めることができます。そして極円魔強いよねこの玉がねやべえ何なのこの玉連発できます。しかも結構ねこれ威力強いんですよ。そして暴走円魔暴走円魔はですね全消し。そしてこのでかいボーナス玉がねいいよね。これでですねデカプに作ってねこのカイラとのコンビネーションそしてその間にねこのノルソル入れていきます。さあ好物与えます。さあものすごく懐きました。そして暴走円魔これもね非常に強い。そしてでかいボーナス玉使って暴走エンバはですね最後のこのとどめでもね使えます。攻撃がね先に入るんでだからこの難しいね隠しステージの強敵相手でね王族が使えるときには暴走エンバはね、まあ、まず僕の場合は入れます。さあ難しいね試練やっていきます。ステージ1を極円魔を使ってクリアしよう。こちらもこんなパーティーでやっていきます。極円魔はですねこのいきなりもうさパズル開始の時からフィーバーゲージが溜まってんだよね。なので結構ねすぐにフィーバーインできます。デカプに作っておいてそしてこの暴走カイラねつなげてそしてフィーバーインします。フィーバー入ったところで暴走カイラからのデカプリの技ゲージを固める。もうこの連携が素晴らしいよね。そして暴走エンマ全消しそしてボーナス玉を作る。これでデカプリ作ってさあ不動産いきます。あとはひたすら打ち込んでいきます。さあノルソル大量分消しコンボ数も稼ぎます。この極円魔の玉何なのこれ。さあデカプリの技ゲージを貯める。そしてさらに不動産そして極円魔さあそろそろダメージ的には OK か。さあなんとかね倒すことができました。何も落としません。さあこれで1500ワインマネーレベルもね上げていきます。さあ報酬いただきます。秘伝書ゲット。